どうもチョロです。ポケガロ PVP の動画上げております。今回ですねニョロボンシャドウドラピオンスカタンクっていうパーティーでハイパーリーグ潜っていこうと思います。で1戦目なんですが相手が電竜ですね。まあ、これ出し負けているのでスカタンク投げてったんですけれども、まあ、スカタンクであればねなんだろう、ブンマースとかそこら辺はね、受けられるんで、あと草分けとかだったらね、まあ大丈夫だと思ったんで投げていったんですが、あれでしたね、変えてきましたね。で、出てきたポケモンが、シャドウファイヤー、シャドウファイヤーか、なかなか珍しいので出てきましたね。でもこいつ侮れないんですよね、結構強くてね。うん。なので、まあちょっとね、まあどうしようかなって感じではあるんですけれども、まあ初手が出し負けてるんで、うん、しかも、ため引きされちゃってるんでね。まあ、悩みどころではあるんですが。まあ、シルル貼ってくれたのは良かったですね。で、まあ、ここでもう一発噛み砕いていって、まあ、さすがに二発目は貼ってこないんじゃないかな。こっちもね、なんだろう、シャドウファイヤーに取る技今持ってないんで、まあ、噛み砕くことしかできないんですけれども、まあ、対面を返すかどうか悩みどころですね。で、もうここで噛み砕いていって、まあ、相手のシルルもう一枚しか残ってないんで、これ貼ってこないと思うんですけれども、これはあれかな、シルルアード取って戦う形にしようかな。まあ、それでやるのが無難な気がしますね。で、相手がここで、まあ、原始の力打ってくるのかな。多分原始の力打ってくるんですけれども、うん。まあ、これはやられていって、で、まあ、ニョロボン投げていくって感じになるのかな。で、そのままカウンターだけで倒させてもらおうと思ったんですけれども、まあ、数数えてなかったんで、これシールド貼りましたね。ちょっとブレバ怖かったんで、まあ、あったんですけれども、まあ、結果的に原始だったんでね、これは、あれですかね、貼らない方が良かったですね。まあ、でも、なんだろう、こっちもう一匹毒アークポケモン後ろに連れてるんで、うん。なんとかなるんじゃないですかね。で、相手がね、ここで出してきたのがブルンゲルということで、まあ、起点作ったからね、こっちが。なので、まあ、ブルンゲル投げてきたと思うんですけれども、まあ、ブルンゲル相手にはドラピオンが通るかなってことで、まあ、ドラピオン投げていって、で、相手がね、技打ってくると思うんですけれども、まあ、波乗りぐらいだったら食らえるんで受けていこうかなって感じなんですが、どちらかといえば電流の方が、あれですかね、やばいですかね。うん。で、まあ、波乗り一発受けていって、で、電流が戻ってくるんですけれども、まあ、ブンバースと、あと、まあ、草分けと紙、ブンバースと草分けと、あれか、なんだったっけ、雷パンチとかそこら辺かなと思ったんですが、打ってきたのは草分けでしたね。うん。まあ、草分けだとは思ったんで、まあ、受けていったんですけれども、うん。まあ、案の定でしたね。で、まあ、こっちは噛み砕いていって、で、もう一発噛み砕いていけば倒すことができると思うんですけれども、まあ、ちょっと起点作り気味にやっちゃっていいかな。うん、そうしないと裏のね、ブルンゲルに噛み砕く打てないんで、まあ、そこはちょっと意識しながらやっていきたいんですけれども、まあ、噛み砕くで落とせるかな、これ。うん、多分落とせるので、うん、なんとかなるんじゃないかね。まあ、こっちシャドウですし、相手もシャドウなんで、うん、まあ、ダメージがね、結構入ると思うんですよ。で、まあ、実際これで倒すことができて、で、ブルンゲルが戻ってくるんですけれども、噛み砕く入れられればですね、で、入れることができて、で、これ、同発ですね。ここで同発取れたのもなんかかなり大きいかなと思います。結構ダメージ入るんじゃないですか。うん、結構致命傷になると思いますよ。で、相手が同発でね、波乗りってきてるので、まあ、これやられていっちゃうんですけれども、このあたりですね、ニョロボン出していって、もう凍える風圏内になってますし、こっちは多分、シャドーボール一発ぐらいだったら耐えるぐらいの HP 残ってるんで、まあ、なんとか勝ち切ったかなって感じですかね。うん、まあ、このバトルは出し負けだったんですけれども、まあ、綺麗にまくれたかなっていう、感じですね。やっぱり裏の毒アク2匹がね、結構良かったかなって思います。対戦ありがとうございました。今のバトルはね、こっちにスカタンクとね、ドラピオンがいたので、まあ、電流はね、なんだ、草分けと、ブンマスターだと思ったんで、まあ、それが通らないっていう感じでね、うん、まあ、そこで勝ちを拾えたのかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ギラティナで、まあ、対面自体はぶっちゃけそんなに悪くなかったんですけれども、まあ、とはいえね、ニョロボン消耗してしまったらね、裏のポケモンが結構こちらは、まあ、タイプ被ってるんで、まあ、ABB 構築みたいな感じなんでね、なので、まあ、途中でドラピオン投げていったんですけれども、まあ、ラグラージで追っかけてきて、で、相手が、ぴったりのタイミングで打ってきましたね、これ。で、まあ、これで、まあ、ハイドロカノンにかけました。ハイドロカノンだったら耐えるんで、これ地震打たれちゃったらまずかったんですけれども、ハイドロカノンは耐えてくれて、しかもこれシール貼ってしまったらね、多分ね、負けてしまうんですよね。おそらくなんですけれども、うん。なので、まあ、貼らずにやっていったんですが、まあ、実際ハイドロカノンだったおかげでこれで打つことができて、うん、で、まあ、シールをね、1枚剥がすことができたのは良かったですね。で、ここなんですけれども、これね、次は貼ろうかなと思います。次貼ってしまえば、噛み砕く打てるんで、まあ、相手にシールドが大ダメージってところ迫っていって、で、まあ、ニョロボンで起点をもらうって感じにしようかなと思います。ちょっとこの HP のね、ラグラージュをね、裏に残すのは危険なんでね。なので、まあ、あれですね、ここでしっかりとダメージか、シールドってところ迫っていって、で、あれですね、なんだろう、隙を見てニョロボンを出していって倒すって感じですね。
で、まあ、ギラティナが戻ってくるんですけれども、まあ、そこには凍える風を入れていきたいんですが、まあ、先打たれちゃいましたね。まあ、これはもうしょうがないっすね。うん。相手の方が回転も早いですし、まあ、先に着地してますし、うん。着地とかさっき溜めて引いてるんでね。うん。なので、まあ、あれなんですけれども、ただまあ、ニョロボンとね、ギラティナ自体はぶっちゃけそんな悪くないんですよね。これ、マットショット型とかだったら、どうだったかな、なんか、場合によってはなんか、タイミング改正というような気がしないでもないんですけれども、どうだろう、ちょっと覚えてないんですけれども、うろ覚えなんで。うん。で、ここで相手が、ドラゴンクロー打ってくるんですが、もうあれですね、スカダックにかけていくって形で、なんとかしていこうかなと思います。で、まあ、コゲル風を打っていって、で、まあ、できれば次の技間に合わせたいんですけれども、さすがに無理かな。うん、相手の攻撃力下げてるとはいえ、なんやかんやね、相手の方が回転も早いですし、まあ、きついので、まあ、ちょっと頑張っていくんですけれども、交代時間が回ってきたら、あれかな、ドラピオン投げるみたいな形でいいんじゃないかな。で、多分これ耐えますね、ギリギリ。攻撃弾が効いてるんで。うん、とはいえ、この後は、多分溜まる前にやられてしまうと思ったんで、一回ね、なんだっす。ドラピオン挟んでいって、で最後相手が投げてきたのが月光牙ということで、これパンチキュスですね。相手の方が回転が早いんで、まあハイドロカノンで、まあボコボコにされるかなと思ってるんですけれども、とはいえ一発なら耐えるんでね、まあこれは受けていって、で、あとはね、相手がね、こっちの技構成分かってなければ草分けがね、多分通ると思うんですよ。だけどまあここで草分け打たせてもらって、これが入れば勝てますね。これ入らなかったら負けかな。うん、まあ解放者とか思ってくれてればね、あれなんですけれども、これ入ったんで、まあ、これで勝ちは確定したかなって感じですかね。まあ、確定とまではいかないか。で、相手がここでドラクロを打ってくるので、まあ、これ食らうとやられちゃうんでね。まあ、シールド貼っていって、で、この後はね、相手もシールド残ってるんで、草分けで攻撃力上げて、倒していくって形ですかね。まあ、当然貼ってくるじゃないですか、これどうやっても。なら、どうせ貼ってくるのであれば、通常技の攻撃力を上げて、まあ、この後のね、ダメージレスで勝っていこうってことで、まあ、草分けを打っていったんですけれども、まあ、これがうまく刺さった感じがありますね。うん。対戦ありがとうございました。今のは大ピッチだったんですけれども、まあ、月光牙がね、こちらの草分けを全く警戒してなかったのでね、まあ、それが良かったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がギラティナということで、まあ、どうだろう。まあ、微妙なラインですよね、さっきも言ったんですけれども。で、まあ、負けてると思ったので、うん、まあ、ドラピオン投げていって、で、あれですね、なんだ、しっかりニョロボンで追われちゃったんですけれども、うん、まあ、とはいえ、ヘッドバックでそれなりにダメージ取っていけるかな。シャドウですしね。で、これもうちょっと入るのかなと思ったら、ちょっと確定2発は取れてなさそうな雰囲気ありますね。で、まあ、ここで相手が、まあ、ちゃんとした人ならネット打ってくるかな。うん、で、まあ、しっかりネット打ってきて、うん、で、まあ、ギリギリですけど、まあ、噛み砕くが間に合ったんで打っていったんですけれども、これどうだったんだろうな、ヘッドバックまで頑張れたかな。まあ、ちょっと怪しいラインだったので、まあ、噛み砕く打っていって、で、まあ、あれ、効かないなりにちょっとダメージ取りましたね。うん。で、まあ、ここにはニョロボン投げていって起点をもらうって感じにしようかなと思います。だけで、まあ、ニョロボン投げていくんですけれども、ここやる風一発打たれちゃうかな、さすがにこれだけ HP 残ってたら。まあ、それしょうがないっすね。うん。で、相手がここやる風を打ってきて、まあ、これはね、相手の初手、まあ、ギラティナですし、うん、まあ、これは受けちゃっていいですかね。うん。で、まあ、実際これ受けていって、と思ったらネット打ってきましたね。うん。で、まあ、ギラティナが戻ってきたので、まあ、そこにはスカタンク投げていったんですけれども、うん。これどうだろうな、結構微妙なラインですよね。うん、一応相手のシャドウクローを今一つできることができるんですけれども、まあ、こっちの毒付きも今一つになって、うん、で、まあ、カビクラックがね、一応抜群なんで、まあ、そこで一応アダは取れてるのかなって気はするんですが、ただまあ、相手も硬いポケモンなんでね、うん、まあ、そんなに有利ではないですよね。ドラゴンクローでなんやかんや細かく削ってくるんで、うん、で、まあ、攻撃弾引けたのは、まあまあ、大きいかな。うん、で、相手がここで、なんだ、技打ってくるので、まあ、これシールド使いましたね。そろそろもうスカタンクの HP 管理していかないと、まだ3匹目の姿も見えてないですし、うん、なのでまあシールド貼っていったんですが、もうラスト次第ですかね。うん、で、相手がここで、まあ、ドラゴンクロー打ってくるんですが、2枚目はさすがに貼れないんで、まあ、受けていって、で、噛み砕いていきましたね。で、相手も貼ってくるんじゃないかな。なんか、スカタンクを嫌っているような雰囲気があるので、当然貼ってきましたね。で、まあ、ここで、ニョロボン投げていって、まあ、凍える風打っていったんですけれども、個体消されちゃいましたね。うん、何が出てきたかな？ニョロボンで個体消されてたら厄介なんですけれども、レジスチルか。レジスチルか。なかなか微妙なの来ましたね。うん。まあ、でも、いけるんじゃないかな、ギリギリ。うん、まあ、ニョロボンね、カウンターね、覚えましたし、うん、なんとか押し切れる気がしますね。うん。だけで、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、まあ、ネットを食らわせていって、うん。
ね、まあ、攻撃弾引いたんですけれども、これはあんまり意味ないかな。どちらにしろ電磁砲一発だと思うので、まあ、これシールド貼っていって、で、まあ、できるところまで削りたいんですけれども、まあ、攻撃弾引かなかったんで、カウンターで無理やり押し切れるかな、なんとか押し切りたいですね。で、まあ、押し切れたんで、まあ、これ良かったですね。ちょっとギリギリのラインだったんですけれども、まあ、技打たれなかったんで、まあ、いけてたと思います。で、相手のギョロボン殴り倒していって、で、ギラティナが戻ってくるので、そこに凍える風を入れていって、まあ、シールド剥がしながらね、相手の攻撃を下げていくって形で、あれですね、対処していく感じですかね。で、もう一発と思ったら、相手が、あれでしたね、先に、打ってきましたね。まあ、でもこれはもうしょうがないっすね。まあ、普通に受けていって、で、こっちはもう一発と思ったら、これ、あれですね、スカタンク投げてきましたね。これどうだったかな、もう一発お見舞いしてもよかった気もするんですけれども、まあ、でも凍える風入れてるんで、これギリ耐えてくれるんじゃないかな。で、まあ、実際これギリ台してくれて、で、まあ、草分けを入れていって攻撃力を上げていって、で、あ、噛み砕くっていきましたね。これ草分けでよかったと思うんだけどな。まあ、でもいいか、噛み砕くで。あ、でも、あ、シルロ残ってないのか。大さんありがとうございました。このパーティーね、なんかちょうどいい感じでギリギリ勝てるようなバトルが多くて、まあ割と強かったですね。まあそんな数は潜ってないんですけれども。で、まあ次の対戦なんですが、相手が、欲張りつということで、まあ出しがってたんで、あれなんですけども、引き先が、あれでしたね。なんだ、ラウドボーン。これ追いかけるの、ちょっとね、厄介ですよね。ラウドボーンってほんといい技持ってるんですよね。で、まあシルロ貼っていって、で、まあ、シャドボーでしたね。これ、シャドボーの方が、あれなのかな、なんだ、何だったっけ、チャームボイスよりダメージ入るのかな。まあ、タイプ1で、まあ、元々の火力が強くて、って考えたら、まあ、シャドーボールの方が入りそうですよね。で、まあ、噛み砕く入れていって、で、この後なんですけれども、相手が、チャームボイスかな、おそらく打ってくるの。まあ、でも、貼っちゃっていい気がしますね。なんか、初手のタイミング崩したくないんで、まあ、これ貼っていって、で、まあ、処理していこうと思うんですけれども、まあ、とりあえず相手が五段技なんでね、2発打っては噛み砕いていって、2発打っては噛み砕いていってっていう感じで、まあ、対処したんですが、まあ、シールド2枚使っちゃったのは、まあ、どうだったのかな、まあ、相手がここで守りに来たら、ちょっとね、危なかったかもしれないんですけれども、まあ、でも、守ってこなかったんでね、まあ、良かったですね。で、まあ、欲張りすが戻ってきて、まあ、ここには、噛み砕くを打っていったんですけれども、これ、ヘッドバックの方が良かったかな。まあでも、噛み砕くならワンチャン相手の防御が落ちるんで、で、まあ実際落ちたんで、まあまあって感じですかね。で、まあ、相手もね、技打たないとこっちに技打たれちゃうんで、まあここでね、打ってきたんですけれども、ただまだやられないから、ギリ残ってちょっと起点にされちゃいそうですよね。で、まあここにニョロボン投げていくことになるんですけれども、おそらくニョロボンに強いポケモンいますよね。で、出てきたポケモンがガラル・マタドガスということで、まあ相手の動きからしてね、まあニョロボンに強いポケモン絶対いるなと思ったんですけれども、まあでもね、これはちょっと読んでましたね。ガラマタいるんじゃないかなと思って。で、ガラマタに対してはスカタンクがね、ちゃんと毒好きで抜群取れるんで、これはね、いただきですかね。相手がオーバーヒット持ってなければって感じだと思うんですけれども、まあでも攻撃ダウン引いてるんで、まあ大丈夫なんじゃないかな。しかも打ってきた技がジャレツクだったので、これはおそらくジャレツク分末型ですね。であれば、こっちは、あれですね、草化け打っていって、まあ相手張ってくる場面なんでね、これで、こちらの攻撃を上げていって、で、まあ、様子を見ていくって感じですかね。で、さっきのダメージ感覚だと、もう一発ジャルつく食らってもやられないんで、まあ、それは受けてしまって、で、こっちはどんどん草系で攻撃力を上げていくっていう風にすれば、なんですかね、倒せますね。ただ、これもあれなんじゃないかな、なんだろう、草分け打つまでもなくギリギリいけるんじゃないかな。いけましたね。で、欲張りすが戻ってくるので、まあ、そこには、噛み砕くを打っていって、まあ、これでダメージ取れるんで、まあ、草分けでもよかったんですけれども、どうだろう、あ、張ってこなかったですね。これ張ってこないのであればいけるかな。あとは相手の欲張りすが、どうだろう、草分けを覚えてたらちょっとやばいかもしれないですね。草分けでやられちゃう可能性があると思うんですが、まあ、のしかかりと噛み砕くであれば大丈夫かな。で、相手が打ってきた技が、まあ、のしかかりだったので、まあ、これいただきですね。大変ありがとうございました。今のバトルはね、相手の落ち着きようからね、ラストにガラマタいるんじゃないかなと思ってましたね。で、案の定いたので、まあそこはね、しっかり、なんだ、スカタンクで勝負できたんで、まあよかったかなと思います。で、まあ次の対戦なんですが、相手がニョロボンということで、まあこれ互角のタイミングなんですけれども、まあ私のニョロボン結構個体値いいんで、攻撃の実数値負けてるんじゃないかな。多分負けてると思いますね。で、相手と同発で、まあ相手がどっち打ってきてるかわかんないんですけれども、無難に凍える風で攻撃下げに来ましたね。
でこっちはあの賭けでね、あのネットを打ってったんですけれども、まあ、これで攻撃ラン引ければこっちのが有利に立ち回れるのかなって思います。だけで、まあ、打っていったんですが、攻撃ラン引けたんで、これであればダメージこっちのが取ってるんで、まあいけますね、うん。で、この後なんですけれども、まあ相手が技打ってくるんですが、まあ、熱湯まで溜まってるかな、こっちも焦げれます、風まで溜まってるんで、まああれだったんですけれども、熱湯打ってきて、で、まあ、攻撃ラインに引かれなかったんで良かったんですが、まあ、ここはあれですね、こっち熱湯打ったんですけれども、これぶっちゃけ凍える風で良かったですね。多分凍える風2発でいけたと思うので、うん、これ失敗ですね。これ熱湯2発打っちゃってるんで、相手の方が先に技溜まっちゃうじゃないですか、うん。ここ凍える風、凍える風やっていったら、うん、まあ、まあ、でもどちらにしろ一緒かな、うん、一緒ですね、うん。まあ、なので、まあ、ここシール貼っていって、でも対面を奪っていったんですけれども、うん、これが吉と出るか凶と出るかって感じですね。で、相手が投げてきたポケモンが電流ということで、うん、まあ、これはあれですね、良かったですね。というか、まあ、若干電流も読んでたんですよね。というのも、まあ、なんだろう、まあ、環境的に電流刺さるじゃないですか。うん、で、まあ、電流であれば、裏のポケモン2匹ともね、相手が草分けと分回すであれば戦えるんで、なのであれですね、まあ、そこら辺はね、読んでましたね。うん、で、相手がここで、まだ打ってくるんですけれども、まあ、草分けなんじゃないですかね。あ、分回してきたか。うん、まあ、でも、どちらにしろ、今一つで受けられるんで受けていって、で、こっちは噛み砕いていくんですけれども、まあ、シールラーラ取られてるんで、1枚使ってくるんじゃないかな。どうだろう。うん、あ、使ってきましたね。うん、で、まあ、使ってくるのであれば、こっちも使っちゃっていいかな。なんか、相手、スカタンク重そうですよね。うん、なんか重そうな気がするので、まあ、シールラ貼っていって、で、まあ、ラスト勝負になるんですけれども、うん、まあ、何が言うかって感じですかね。で、相手が最後投げてきたポケモンが、焼き尽くしてますね。これ、あれかな、ラウドボーンかな、ちょっと今ちゃんと見えなかったんですけれども、まあ、とりあえず噛み砕いていって、ラウドボーンであればシールラ貼ってきますよね。で、まあ、シールラ貼ってしまったら、その後ドラピオンを投げていって、で、あれですね、噛み砕いていって勝ちって感じですかね。こっちはあれなんじゃないかな、チャンブボイス2発、ギリ耐えられるんじゃないかな、どうだろう。うん、で、打ってきた技がチャンブボイスで、2発ちょっと微妙なラインですね。ただまあ、ギリギリこっちが先に打ってそうな気がしますね。まあ、ドラピオンはやっぱり毒針がね、チャージ効率いいですし、回転が早いんで、まあ、この後相手の、チャンブボイスより先に技を打てれば、こっちの勝ちですかね。で、まあ、実際打てたんで、うん、てかまあ、相手も、あれかな、こっちのスカタンクも残ってるんで、まあ、打つ、あれかな、溜まってたとしても打てなかったかな。で、これで相手を倒していって、こちらの勝ちかな。相手これ落としましたね、おそらく。うん、対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーはね、結構良かったですね。うん、まあ、コミュニティデー前に、やったんで時間がなくてね、ぶっちゃけ、なんだろう。回数潜れてないんですよ。6回しか潜ってないんですけれども、6回やって、まあ、5勝できたんで、まあ、この後負ける可能性も全然あったんですけれども、ただまあ、ご覧の通りね、出し負けもちゃんとまくれましたし、うん、まあ、悪くないパーティーだと思います。特になんだろう。まあ、これコミュニティデー前に潜ったんですが、まあ、コミュニティであったじゃないですか、なんだ、ジュナイパーの。うん。で、おそらくね、まあ、ジュナイパーをね、使ってみたいなって人がちょっと増えると思うんですよ。うん。まあ、実際ジュナイパー強いですしね、ゴーストと、あれですもんね、草なんで、まあ、ラグラージあたりとか、うん、まあ、あとは、なんだろうな、他のゴースト系っていうか、エスパー系か、うん、にも刺さるし、うん、なので、まあ、強いと思うんでね、多分出てくると思うんですよ。で、そこに対して、こっちの、まあ、ドラピオンと、なんだ、スカタンク、まあ、どっちも強気に出ていけるんで、うん、相手の技多分全部今一つ受けられるんじゃないかな。飛行技とか覚えましたっけ？まあ、そこはちょっと覚えてないんですけれども、うん、ただまあ、ドラピオンもね、スカタンクも強く出ていけると思うんで、なのでまあ、なんだろう、まあ、コミディで、まあ、ジュナイパーがね、強化されたってことで、まあ、ね、ちょっと出てくるようになると思うんで、うん、まあ、そこに対して強気に出れるかなって感じですかね。うん。で、まあ、あとパーティー全体としては、まあ、ニョロボンとスカタンク通常使ったんですけれども、ここ場合によっては、シャドウでもいいかもしれないですね。シャドウの方が火力出ますし、うん、まあ、その分ペラくなるんですけれども、うん、まあ、でも、まあ、火力出る分、確定2発で落とせる対面も増えてくると思うので、うん、なので、まあ、そこはちょっとね、まあ、もしいい答えがあれば、うん、変えちゃってもいいんじゃないかな、と、使ってて思いました。で、まあ、あと、パーティー全体としては、まあ、なんだろうな、ドラピオンかスカタンクあたりで、まあ、相手の、まあ、地面枠とか、鋼枠とか、うん、まあ、そこら辺を引っ張ってきて、
で、まあ、なんだ、ニョロボンでまた来てもらって、凍える風を打って置き土産をして、で、もう一匹の、悪毒で倒すみたいな、そんな感じの、まあ、コンセプトだったんですけれども、まあ、そこもしっかり、まあ、ハマったかなって気はしますね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。